愛神神社。811、215、福岡県福岡市高木台2丁目24、1、大物主の神。神宮皇后が、三冠五都公の際、大和の将兵とこの地に、中田室氏、その際、完成し都公の無事を祈願したと、伝えられる。そして、立花城の守護神として、城主の厚い数形を、集めたともされる。元亀2年、1571年、立花城主より透明だの、寄進あり、立花城家臣の一族、安川知円政、安川知香曽、が、下和城を領し、この地に移住し、大神大名神を奮、する。日本書紀にこう書かれています。秋9月12日、神宮皇后は諸国に、命じて船舶を集め、兵士を訓練することにした。その時、軍卒が集まらなかった。皇后は、きっと神のご心のせいだろう、と、言われ、大庭の社を建てて、太刀と弩を奉納された。すると軍勢が自然に集まった。御祭り神、大物主大神、大神大名神、を、奉祭する。出雲大社と並ぶ大神神社、大和国一の宮、の、分社である。紀仙神社、皇神領社は末社である。ご由緒、神宮皇后が、御聖冠の節、大和の将兵がこの地に、中田室の折、完成したるものと伝えている。立花城主は守護神として、特に数形扱った。永禄10年9月8日、宗像大宮司指定、御左梅大夫と尻の、軍勢が上は城村に乱入して、民家を焼き払う。立花城城の八つる湯、ぬる湯、入道が、はせむって、応戦奮闘。双方討ち死の侍、造兵ともに200余り出た。高暮れになって敵は拒否岳を、目指して引き上げたので、その夜は八つる湯入道の、軍勢が、ここに陣取って夜警し、翌9日立花城へ勇ましく、凱旋した。城主、立花道行公より、透明、谷藩八補十部を寄付あった。近くに陣旗、陣作などという地名がある。公約、この神社では神宮皇后の、弥生時代と立花道行の、戦国時代に大きな事件がありました。神宮皇后の時代には、亡くなった中江天皇が、率いていた軍勢がここに、中田室しました。しかし召集していた諸国の、軍勢が集まらなかったので、神宮皇后は、大庭の社を建てて太刀と、弩を奉納しました。大庭の神とは大物主の、神です。三輪山伝説。主祭り神の大物主神に、関係する伝説として、大神神社の付近にある箸墓、箸墓古墳に関わる伝説が、知られる。以下に概略を述べる。詳細は、箸墓古墳、名の、由来、を参照。は、美百秋姫名は聡明で、未来を予言することができた。崇神天皇の命により北陸道を、平定しようと出発した将軍の、大彦名が道中で不思議な童歌を、歌う少女に出会った。大彦名は直ちに引き返して、天皇に報告した。これを聞いたわ、美百秋姫名は竹萩阿鼻子名と、小田姫の反落を予言した。竹萩阿鼻子名らによる反乱は大彦名、被告に不明らによって、討伐された。その失機日は流れ、は、美百秋姫名は大物主神の、妻になった。しかしこの神はいつも夜にしか、姫のところへやって傷姿を、見ることができなかった。百秋姫は夫にお姿を、見たいので朝までいてほしいと、頼んだ。翌朝明るくなって見たものは、夫の美しい蛇の姿であった。百秋姫が驚き叫んだため大物主神は恥じて、三輪山に帰ってしまった。百秋姫はこれを後悔して、泣き崩れた拍子に、橋が影辺を突き絶命してしまった。もしくは、橋で影辺を突き命を絶った。百秋姫は第一に、葬られた。時の人はこの墓を箸墓と、呼んだという、主祭り神、大物主大神、大物主の大神、和大物祝司、玉名、大道神の和魂である大物主神は蛇神であると、
考えられ、スイカミまたは雷神としての、性格を合わせ持ち、稲作と余剰、疫病の家、酒造り、醸造、などの神として、特段厚い変更を集めている。また日本の守護神、軍神、士族神、三輪氏の祖神、である一方で、たたりなす強力な神、霊子となる神、ともされている。大神神社、811-215、福岡県福岡市高木第2丁目24、1、大物主の神、神宮皇后が、三冠を渡航の際、大和の将兵とこの地に、中田室氏、その際、完成し渡航の無事を祈願したと、伝えられる。そして、立花城の守護神として、城主の厚い数形を、集めたともされる。元亀2年、1571年、立花城主より透明だの、寄進あり、立花城家臣の一族、安川知縁政、安川知香が、下和城を領し、この地に移住し、大神大名神を扮する。日本書紀にこう書かれています。チャンネル登録、評価、コメントを残してもらえると嬉しいです。